ベカメックス・ビンズオン FC は、ベトナムの南部、ビンズオン省の都市、トゥーザウモットにホームを置く、サッカークラブである。ベカメックス IDC の豊富な資金力により、大型補強を行うことから、ベトナムのチェルシーと呼ばれる。1976年、ソンベイ FC は、同年にビンズオン省とフオックロン省、ビンロン省が合併して誕生したソンベイ省の省と、 トゥーザウモットをホームタウンとするサッカークラブとして創設された。最初の監督には同トイビンが就任した。1978年、ソンベイは2つのチームを創設し、ナショナルディビジョン A リーグに参加した。ソンベイ2が地域リーグ優勝を果たした後、2チームは合併し、新クラブの監督にはグエン・キムプンが就任した。1994年、ソンベイは ベトナムカップで優勝し、クラブ史上初となる全国タイトルを獲得した。1996年、ソンベイの経営権はカオスヴィンロン社に代わり、カオスヴィンロン FC と呼ばれたが、サポーターにはソンベイとして知られていた。1997年1月1日、ソンベイ賞はビンズオン賞とビンフオック賞に分割された。カオスヴィンロンは解散し、 多くの選手は新たに創設されたビンズオン FC に移籍した。2002年、ベカメックス IDC、ビンズオン放送局、ビンズオン省スポーツ局からなる、ビンズオンフットボール JSC が設立された。クラブは、プロ化され、クラブ名は、ベカメックスビンズオン FC に改称された。2007年、V リーグ初優勝を果たした。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく、星印は外国人選手を示す。ありがとうございます。